はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、全力で牛タンカレーのチャレンジメニューに挑もうと思います。というのもですね、僕が今住んでおります川崎に牛タンのチャレンジメニューがあるということで、しかも今回挑むのは3キロ、重量的にはね、がっつり大食いチャレンジというか、タイムを競うような早食いチャレンジをしていこうと思います。まあですね、もう僕の後ろに店舗見えてるんですけど、俺の牛タンカレー食ってみなという専門店でございまして、大食い YouTuber さんはねやってる方も多いので、動画見てる方はね、このお店見たことあるよって方もいらっしゃると思うんですけれども、なんかね、何店舗かあってで、しかもチャレンジメニューの方なんかも3キロと 6.5 キロの2種類あるらしいんですよ。で、もちろんですね、今度改めて 6.5 キロはチャレンジしたいと思っていますが、まずね、一発目ということで3キロのチャレンジメニューを全力で挑みつつ、その後にね、どんなカレーかっていうのをレギュラーメニュー頼んでね、ゆっくり皆様にもご紹介できればと思います。そしたらね、早速店舗の方に入って、そちらのチャレンジカレー食べていこうと思います。はい、ということでですね、ただいま店内に入ってまして、すでにですね、もうデカ盛りメニューの方は作っていただいておりますが、今回ですね、3キロの牛タンカレーということで、本当はね、こう一発目の撮影ですので、いろいろと味わいながら皆様にもお伝えできればと思ってたんですけど、ちょっとね、僕の後ろを見てもらうと分かる通りですね、ランキングがございまして、こちらのメニュー大食いの方みんな来てますね。4位、これチョクちゃんがいたりとか、2位にマックさんいたりで、ただいまの記録ですね、1位がゾウくんということで6分44秒。ちょっとですね、こんなランキングを見てしまったら味わうどころか本気でやんないといけないなと思いますので、こちらのメニュー制限時間が30分ありますけれども、今回はね、タイムトライアル形式で最速をね、ちょっと目指してやっていければなと思います。もうですね、お店の方の方にお伝えしてるんですけれども、チャレンジ後にですね、レギュラーのメニューなんかも注文させていただいて、皆様にですね、後ほど紹介させていただきます。ですので、チャレンジ中はまあちょっとね、飲食のマナーであったりとか、そういった部分よろしくないっていうカットがあるかもしれませんが、苦手な方はですね、あらかじめご了承いただいて、本日の動画を見ていただければと思います。ということで、本日いただきますドリーム牛タンカレー3キロが到着しました。あのね、こうパッと見は伝わりにくいと思うんですけれども、あのすっごいサイズ、正直器の大きさも相まって3キロに見えない、とんでもないデカ盛りでございます。で、こちらのお店さんはですね、夜になると牛タン系の、ま、専門店というか居酒屋さんをやっておりまして、それと合わせてカレーを提供しているんですけれども、店名の通りですね、牛タンから牛カツその他もろもろトッピング盛り盛りで、正直個人的にはメニュー見た瞬間6分44秒っていう記録が意味わかんないんですけれども、本気でね、今回も挑んでいこうと思います。それではラスカルさんドリーム牛タンカレーチャレンジまで5、4、3、2、1、スタート。いただきます。うわ、うん、
はい。ああ。ええ、ああ、分かった。すごい早い。記録4分3秒です。ありがとうございます。あの途中でですね、あのカレーが鼻に行って死ぬかと思いましたね。最後。それではラスカルさんドリーム牛タンカレーチャレンジまで5、4、3、2、1スタート。いただきます。うわ。うん。ま。はい。
いやー、分かったということでですね、現在の最速タイムがゾウ君の6分44秒でございましたが、僕の記録はですね、無事最速達成ということで4分3秒で完食させていただきました。ちょっと改めてですね、ごちそうさまでした。いやー、めちゃくちゃうまいですけど、味わう前に終わりましたね。本当にね、ちょっと動画で伝わりきれてるかわからないんだけど、箸で持った瞬間に牛カツなんかはちょっとちぎれちゃうような、それぐらいね、柔らかな牛タンで本当に美味しくて、普通にね、味わいたいので追加でお願いしても大丈夫ですか？すいません。じゃあせっかくなので、プレミアム牛タンカレーの特盛りで。特盛りで。はい。お待たせしました。ありがとうございます。はい。いただきます。プレミアム牛タンカレーです。そしたらこちらですね、一旦この正面のカメラ、カメラワークを変えつつ、チャレンジ後の俺のプレミアム牛タンカレー特盛りいただきたいと思います。いただきます。じゃあもう先ほどね、ちょっとルーとかはいただいてますので、詳しくね、具材を皆さんに見ていただきましょう。まずね、これ店名にある牛タンですね。これよ、うまそう。うん。失礼します。ありがとうございます。こちらが牛タンキムチです。うまそう。で、今いただいた牛タンももちろんもすごいもうジューシーでね、噛んだ瞬間脂出るぐらいうまいんだけど、追加でも見たことない単品があったんで注文しました。これ牛タンキムチ、いろいろとね、僕も外食回ってますけど、このキムチは初めてかも。ね、うわ、うまっ。いわゆる豚キムチの豚が牛タンに変わってるような感じで、これ美味しいですよ。今もう一口食べただけでビールが飲みたすぎる。今日ももちろんね、機材があって車で来てるので酒飲めないんですけど、次絶対飲みに来よう。うまっ。じゃあちょっと贅沢なこれ、うわー、牛タンカツかな、ね、牛タンカツもこれもサクサクでうまいです。うまっ。これね、今ゆっくり食べ比べてみたら、通常の牛タンとこの牛タンカツ、味というか全然違うわ。この普通の焼きの方はとろけるような脂がね、じゅわっと染み出てくる、本当にね、柔らかさって感じのこの、ね、牛タンなんですけど、カツの方に関してはプリッとした食感で、歯切れも良くて、もっとさらに厚切り。絶対次飲みに行くよ。うん、うん、でも結構こういう専門店でやってるお店さんって、お昼だけカレーを提供して夜は居酒屋だけみたいな業態が多いと思うんだけど、居酒屋営業してる最中でももちろんね、カレーも提供してますんで、こんなのがベロベロの状態で商品にあったら絶対頼めますよね。締めから逃げられないわ、これは。ということで、ただいまですね、こちら追加させていただきましたカレーと、これね、牛タンキムチ完食させていただきました。改めてごちそうさまでした。ということで、本日はですね、俺の牛タンカレー食ってみなさんで3キロのね、チャレンジメニューに挑んできましたが、結果としては2分半以上かな、記録を更新する形でですね、最速タイムで完食させていただきました。で、もちろんですね、チャレンジメニュー自体も本当に美味しいものではございますが、これ追加させていただいたゆっくり食べたこのカレーだったりとか、他一品ものなんかもね、多数美味しいものございます。いや、僕もね、もううちの妻と同棲し始めて6年ぐらいになるので、川崎在住ね、6年目ぐらいになるんですけど、いや、東大元暮らしでした。もう本当にね、美味しくて、もっと早く知りたい、そんなお店でございました。ぜひですね、川崎で飲む機会ある方も結構ね、いらっしゃると思うんですけど、そういった方はぜひこの牛タンを食べてですね、ベロベロになって、
川崎の街を楽しんでいただきたいと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めておりますので、そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。